あそういえばあれだよ。なんかね、ちょっとまあ、これ編集して、まあ、載せるにあたって、なんかこう URL 集めてたんですよ。この小ノートに書く用のね。うん。で、その中で、なんかあの、この時の話題にも出てた、えっとね、黒毛シリっていうお店。あ、コロッケ。あ,ね、あれそうそう、あの、コロッケっていうか、スペインバルのあの、メンチカツのね、お店についてもちょっと調べてたんですけど、うん。なんかね、 どうやらあのなんか黒毛七里僕一回もう潰れたって言ってたじゃないですかでなんかあれ調べたらあるよっていうふうに恵比寿の大通りにうんそれであれでねなんかいろいろよく見てたらなんかねどうやら本家黒毛七里ではないらしいですへえ文典文のれんわけなんかねのれんわけとかでもなくて もともとやってたその会社はあるんだけど、うん、そこはもう黒毛七里畳みましたとうん、うん、でその黒毛七里で働いてたシェフがなんかまたこう勝手になのか分かんないけど多分許可を得ずに黒毛七里っていうお店を作っていて今それがやってますっていうえ、うん、<laughs> っていう感じらしいですシェフは一緒だけどオーナーは違うってなと、うんうん うん、まあそんな感じかな、きっと、多分ん。だからもしかしたら、僕食べに行ってないからわかんないんだけど、うん、なんか、もしかしたらなんか味が変わってるとかっていうのあるのかもしれないけど。なるほどね。完全に同じ店ではないってことか。<laughs> そ,うそ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 う。っていうなんか注意書きが、本家黒毛七里の方のホームページに書いてありました。<laughs> <laughs> いろいろあったんですね。<laughs> なんかいろいろあったんですね。<laughs> <laughs> いやなんかもともとなんかあの、なんだっけ。 焼肉屋とか、なんかそういう系譜があったっていう話をしてたじゃないですか、確か。うん、その厳選された黒毛和牛を使ってみたいな、うんで。それの箸肉を使って黒、黒毛シチューのメンチカツとかハンバーグ作ってるみたいな。うん、で多分そういう文明感もしかしたらなくなってるのかもしれないけど、まあでもま、また、ねまあ、なんか別のいい素材を使ってるのかもしれないけど。うん、まあでも、また行ってみたいけどね、正直。 もう一、んまあ、回行ってみたいっすよね。なかなかもう恵比寿行かないんだよな。行かないな。持てナさんはそっちで仕事ないんですか渋谷とか。そっちで仕事ああ、渋谷ね。渋谷はあるけど恵比寿はないね。<laughs> まあでも近いじゃないですか <laughs>、うん。近いけどさ、恵比寿ってやっぱりなんか、なんかわざわざ行かないといかないなっていう。<laughs> まあね。それはそうです、ね。通らないじゃ <laughs>、うん。渋谷はまだ通るけどさ。そうっすね。 <laughs> 恵比寿に行こうってないと行かないですね <laughs> そう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 ,そう <laughs> だから行ってない全然行ってないの、ね、うんなんかでも最近ぼちぼちなんか飲み会が増えてきてええー、復活してるんだまあたまたまなのかもしれないけど <laughs> そ今度久々にあそこ行きますよ目黒のふとふとふとっていうふと<ト>分かりますふとしかえ分かんない 創作居酒屋。目黒、ふと。うん。ふとし。あ、ただ、ただ、た、ふとって書いて、た。<タ>和創作たって店、知らないですか知らないと思うけどおおここめちゃくちゃ美味しいですよ。多分ん、お寺さん好きだと思うな、えー、こういう店。えー、僕、行ったことないと思うけどな。あ、本当ですか。うん、ないと思う、ここ。 創作系の懐石料理みたいな,あ,かなあのあのなん,かなんかビルんかあそう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 古い古いビルに入ってるはい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 あメグロードビルねうんた、えー、多分行ったことないと思うけどなあそうなんですか美味しいですよここ、うん、めちゃくちゃええー、んかそのカジュアル版のタタタって店もあるんですけど近くにメグロードビル<ー>ここもいいですよへ <laughs> えー いいな僕もなんか <laughs> 単純に美味しいもん食べに行きたいな。美味しいもんっていうかね居酒屋行きたいなって最近思いました、ね、ああ<ー>、ね、確かにね。なんかもうさやっぱりそういうあんまり出ないからさ、うん、大体家飲みじゃないですか僕、うん、酒飲むとしても僕。うん、だからなんかもうざなんか雑なじゃないけど。 普通に居酒屋行きたいなと思っちゃって。いやかる。なんか、イタリアンパスタとか自分で作れるけど、なんかこう、うん、<laughs> ね、居酒屋料理とか自分でなかなか作んないし <laughs>。うーん。いや、このタワー、タワーおすすめですよ。うーんいや。もしかしたら行ったことあるのかなありそうだけどな、<laughs> なんか <laughs> いやな。なさそうな気がするけどな。うーん。 もう最近はあれなのかな東京都もお酒飲めるのかなああ、飲めるんじゃないかなこの間飲んでたの。うーん。ま,まだまだ。9時までとかなのかな、うん、まあ多分そういうのはありそう。ちゃんとしてる店は。そういえばこの前なんかケンポ寿司行ってましたね。ああ、そうそう。<laughs> 今日その話オープニングトークでするか迷ったんですけど <laughs>、久々に行きましたよ <laughs>。<laughs> いいなあ、憲法寿司。僕も2回目なんですけど。あれ、憲法寿司って、うん、憲法に入ってる人しか行けないんでしたっけそう、IT、IT 憲法ね。IT 憲法に。うん。あ、でもなんか一人、一人ぐらいは同伴できたんじゃなかったかなあ、な確か。あ、ほんと ちょっとなんか今度行くときさ、奥連れてってよ <laughs>。じゃあ行きましょう。<laughs> 多分僕、一生 IT 憲法に入ることないからさ。<laughs> まあ、まあそうでしょうね。<laughs> <laughs> IT 憲法って20人いないと入れないから。<ー>社員が。<laughs> ちょっとそれいつになるか分かんないからさ <laughs> うん。じゃあ一緒に行きましょう。あ、同伴者はね、ちょっと高めだけど入れるっぽいっすよ。<laughs> ちょっと高めになるんだ。うん。 いや,やっぱまこれだけ食べて5000円かぐらい結構お腹いっぱい食べても5六0 0 0円で済むって5 0円でしたっけうん安い何個かコースがあるんですよその握りコースとかねはい、はい、この間は確かに握りコースで、うん、それだと保険者3300円同伴者5500円なんでもテモさん5500円で食べれます <laughs> なるほど いやでもそれでも全然安いと思うな,ないいななんか美味しい寿司食べたいな、うん、食べたいですね寿司まあ僕たまにごくたまに握ったりするけどさ <laughs> <laughs> でも行ってもなんかスーパーで買ってきたなんか、うん、ネタをさ握ってるだけだからさなんかこう美味しいの食べたいな 僕なんかクックパッド時代はなんかこうなんていうの誰かを誘う時のこう会食とか <laughs> なんか、うん、その予算に余裕がある時は寿司にしてもらってたんだけど <laughs> そういうことが最近できなくなってしまった <laughs> ああおしい寿司食べに行きたいな美味しい寿司食べたいですよね築地築地の方もまだあるんで、ね、す司屋 あ移転したのかなどうなんすかねなんか、寿司台とか、寿司台とかあったよね、確か。いや、場外とかの店ですかうん。場外かな場外。うん、今、どうなってるんですかね寿司台って今、どうなってるの築地にあんのかなあ、でも、寿司台、築地、寿司台、本館。あ、築地にあるっぽいな。 いや、寿司台とかまた行きたいな朝並ぶやつ。ああ、そういうやつか。なんか僕結構さ、うん、地方に行くと、寿司屋に行ったりするんだよね。<laughs> うんな。なんでかっていうと、なんか結構、地方ってさ、やっぱりなんか、まあ内陸じゃなかったらあ、あれだあれ、内陸だったらあれだけど、なんかこう、海沿いの町とかだったらさ、なんかこう、地物の、 お魚が結構取れたりするからさ。うん,うん。なんかそれでね、結構面白いお魚食べれたりとか、うん、変わったやつとかで、しかも美味しいみたいなやつがあったりするからね。うん、割と結構、地方に行った時とかね、寿司屋に行ったりするんだよね。なんか一緒にあの屋久島行った時なんか、トビウオの食べませんでした。<ー> <laughs> トビウオのやつ食べたね。うん。寿司食べたいな。<laughs> 寿司食べたいな。なんか前から気になってるところでうん都立大の辺りに新田中っていう寿司屋があるんですけど<お>なんかそこがね質の割に安くて良いっていう風に聞きますねへえ<ー>結構人気らしいあ、そうなんだうんそうそう食べ放題なんだよ確か 食べ放題なのそうそう回らないけど食べ放題ってえ食べ放題なんだうんへえー、ここ前から気になってるんですよねえいくらなんだろう食べ放題70分3800円へえー、全然あれだねどうなんだ回転寿司だったらでも結構食ってんなうん <laughs> 回転寿司だったら結構食ってるね <laughs> そうっすね <laughs> だけど普通に回らない目の前で握ってくれる寿司らしいっすよえ,ー、えお寿司だけってことお寿司だけなんじゃないかななんかねもうこれなんか僕違うの見てるのかないやでも多分そうだよな寿司田中食べ放題って調べればいいのかな寿司どころ新田中今あ新田中か あうん、違うとこ見てたわ。取りつざじゃなかった。<laughs> あ、でも普通にう,うまそうだな。そうそうそう。普通のなんかこう、いい感じの寿司屋さんなんだけど、うん、食べ放題 <laughs> え。食べ放題ってなんかガンガン注,目し注文していく感じなんですかね。どうなんですかねあ。ずっとなんか、なんかあれかな、串カツみたいにどんどん出されていって、ストップするまでなんかずっと出続けるみたいなやですかな <laughs> どうなんだろう。 あ違うなんか待ってるとお客さんごとに順番に何かを何を頼むか聞かれるから聞かれるまで注文できないって言わてあるふん注文は1人4巻ずつああだからもうガンガン食って注文みたいなのができないわけだなるほど食べ放題とはまだちょっと違うんだねターンが回ってくるんですね <laughs>、うん、そう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  まあでも安いっすよね <laughs>。うん。ええー、なんかでも、半月以上前に予約したとか、あでも、そうそう。前に予約したとかも書いてるな。そう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 。なかなか取り伝えもいも行かないからな。取り伝えこそ行かないよね。行 <laughs> かないですよ <laughs> <laughs> なな。昔は、昔はね、オフィスがあったんだけど <laughs>。そうそうそう。それだけだよな。ってた理由は。 <laughs> そうそうそう <laughs> いや僕あのもうなんか移転しちゃったんですけど今横浜にあの取りインのあの時期にあったピザ屋がすごい好きだったんですよねえあったっけそのそうえっとね名前忘れちゃった何だっけもんもんなんとかっていう <laughs> あなんかカフェみたいなところ違うかないやいやいやイタリアンの今横浜にカンブーザっていう名前で 移転ほううん、うん、そこの都立大時代のお店が好きでしたねーーあガレオーネだそうだ都立大ガレオーネ,オーネうんもう閉店しちゃってるけどここの姉妹姉妹店がカンブーザか横浜のへえー、ここのピザがめっちゃ好きだったうーんピザか いやでもピザって言ったらやっぱおかわりだな。なんだ鎌倉鎌倉,鎌倉はいはいはい。<laughs> 何度か言ってますよね、横 <laughs> く持てます。ちょっと、名前忘れちゃったあ。あれですよね、あの、佐野さんが好きなとこでしょ。<laughs> そ,うそ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 う。<laughs> そうそう。ダダだったっけな。ああ<ー>。ダダだ。ダダじゃない。<laughs> そ,うそうだ、そうだ。ダダはね、うまいんだよね、正直。<laughs> いや、ダダーのピザ本当にうまいからね。一回行ったことあるな。うん、美味しかった。いや、ダダーはさ、僕なんか革命的に何が違うかって思うとさ、もうなんかダダーはさ、生地がうまいんだよね。うんうんうん。うん、なんか今までピザって言ったさ、生地はさ、なんかご飯みたいな感じでさ、なんか上に乗ってるものがさ、その丼のさ、丼みたいな感じだからさ、丼がメインじゃんみたいな感じで思ってたけどさ。うん、うん だだ違うんだよなんかもうピザがうまいピザの生地がうまいからその生地をちょっと風味づけするためのソースがありますよぐらいの感じで <laughs> ザをピザの生地をなんか食いに行く感じだからさだだま小麦粉がうまいんだなんかね生地がうまいんだよね <laughs> 生地がめちゃうまいんだよねいいですねそういうそうそうそう 佐野さんってピザ好きなのかななんか僕ブリストルでもなんか佐野さんにこのピザがうまいんだよって連れてかれてそうなんだ確かにうまかったないた、ね、だ <laughs> はねうまいんだよねピザもうまいし、うん、なんかこうなんていうのちょっとしたパスタとかもおいしいですよねパスタは実はねパスタ食べたことないんだけどあそうななんか食べた記憶があるな僕も一回しかやったことないんだけど こうちょっとしたさ、なんかメニューがあるじゃんなんかいろいろ。なんかサラダとか。うん。うん、それもさ、全部うまいんだよね。ピザね。いや、ここに買ったピザまだ一回も食べたことないな、僕。<laughs> マジでここが一番うまい <laughs>。いや、食べログ有名店2021ですよ <laughs>。あ、そうなんだ。うん。なんか雰囲気もいいんだよね。 すごい雑な感じで入れる雰囲気になってて <laughs> かしこまってないっていうかさうんピザやなピザ食べたいなダダですよ <laughs> やっぱ家じゃなかなか食べないものを食べたいですね <laughs> そうだね <laughs> ピザ <laughs> でまあ、家で自作しても大体うまくないもんね。<laughs> <laughs> まあ、かまがないですからね。か <laughs> まないし、なんか生地もなんかさ適当な感じだしさ。市販のやつ買ってきても、なんか普通に、ね、<laughs> デリバリーとか大して変わんねえし、みたいなうん。寿司とかピザとかね、ラーメンとかね、家だとあんま食べないものが食べたい。ああ<ー>、とんかつもそうだけど。 それで言うと、なんかラーメンは結構あれだな、僕作ったりとかしたの結構。あとあれだね、なんかさ、やっぱコロナでさ、なんか、こう、いろんなお店がさ、こう、なんていうの、テイク、テイクアウトじゃなくて、なんかデリバリーというかさ、うんうん、EC で買えるみたいなのがあって、うんうん、それでアフリーのやつを結構頼んだ気がするな。<laughs> 僕さっきアフリー行ってきました、久々に <laughs>。ほんと たまたまちょっとあのリフォーム会社行くので中目にまで行ってきたんですけど <laughs> はいはいうん久々にアフリー食べた、うん、アフリーアフリののんかそのなんかなんていうのオンラインで買えるやつは普通にうまいよへえてか買えるんだ <laughs> うん普通にうまかったアフリー行かなくていいじゃんと思った <laughs> てかアフリーって気づいたらめちゃくちゃ増えてますよね <laughs> あそうなのお店がってことうんそうそうそういやなんか海外に店ができたりとかへえー、<laughs> すごいなアフリ <laughs> めちゃくちゃあるな今日本もめっちゃ店舗増えてるし海外もなんか <laughs> なポートランドにもあるしリスボンにもありますよシンガポールにもあるし、えー、そう今日アフリ行ったら完全キャッシュレスになってた 支払いが。うん、なんかあれ、アフリって確かあの自販機みたいな食券買う感じじゃなかったっけそう、あれがもう完全にキャッシュレスになってて、うん、タッチパネルでメ,スメニュー選んで、で、スイカとかで払うって感じになってましたね。へぇ、えー。現金は使えないってことうん、現金使えない。へ、えーそうなんだ。うん、中目はそうでしたね。へぇ、えー。 いや中目行ったらなんか、めちゃくちゃ人がいて、あ、もうコロナって終わったのかなって思いました。うん。もうそんな感じなのか。うん。めっちゃ人いました。本当だ、あ、これ海外めっちゃあんね、なんかアフリ。<laughs> そうそうそう。<laughs> えこんないっぱいあんの <laughs> うん。すごいな。すごいな、これ。ポートランドめ、なんかある、いっぱいあるんだけど。<laughs> そうそうそう。<laughs> ええー、すごいね。まあでも確かにアフリーのラーメン海外でもウケそうだもんな。うん、ウケそう。なんか、ヘルシーとか言って。うん。食べやすいもんな。クパチーノにもあるんだ。うん。最近なんかたまに思うんですけど、うん。まえに僕が今唯一欲しいお店があって、うん。 肉のナまサなんですよね。<laughs> たまに思うんだよな、肉のナまサ欲しいなって。<laughs> 肉の花まさ、はあ、はあ。でもあんまなくないですか都内。<laughs> なんかあの本当になんか都内の方に集中してるよね、確か。確か都心というか。あった気がするな。あった気がするね。うん。なんかあんまりね、こっちの西の方にね、ないんですよ。 うん、肉の花まさね。肉の塊買いたいなっていう時になかなかなくて、買える場所が。<laughs> <laughs> は,いはいはい。この前それで、あれだよ、そのちょっとまあ撮影用にローストポーク作ろうと思って、<ー>そのなんか、まあ肩ロースでもまあ別にいいんだけど、普通にロースの塊をとんカツできるような、うんうん、買いたいなと思ったんだけど、 普通のスーパーにそんなに売ってないじゃん、うん、絶対。<laughs> うん、その豚カツ用にスライスされたやつしか売ってないじゃん。うん。だからもう、しょうがないから、僕、あの、富ヶ谷の方まで、電車でそれ買いに、花正に行って。え、<laughs> 富ヶ谷の、富ヶ谷にあるんだ、花正。あの、富ヶ谷っていうか、あの,あの辺、なんだっけ。代々木上原あたりかな。はい,はいはい。えそこにあるんだ。あるんです。あ、本当だ、富ヶ谷店ありますね。そう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 。 そこまで電車で行ってさわざわざ <laughs> それ買うだけのために <laughs> 電車で行って帰ってきましたよああ交差点のとこかそう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 、ね、わざわざそこまで行ったんですか <laughs> うんだってそこが一番近そうだったからあそうなんだ <laughs> っていうかそっち側ないんですね世田谷区ないんだよねなんかありそうありそうなのに <laughs> うん作ってほしい本当に うちの近くにあるな徒,歩徒歩15分ぐらいのとこにありました。<laughs> いいな<の>。住吉店がありました。知らったいいなたまになんかそういう肉の塊を買いたいときにないんだよね、そういうお店が。<laughs> 塊が欲しいときはまだないけど。<laughs> <laughs> やっぱりあれじゃんだってとんかつあげたいときとかもさなんか、ね、スーパーのスライスだとちょっと薄いからさ <laughs> 家だとあげないからなその,そのまず塊から切り出すところからさこうやりたいじゃん <laughs> 好みの厚さにしたいじゃん <laughs> なるほどねうんあとなんか豚バラとかもさ、まあ、スーパーで豚バラももちろん売ってんだけどさなんかあんまり大きくないからさ、うん ちょっともうちょっと大きい豚バラ欲しいなっていう時になんかね花サとかだったら置いてあるからいやなんか僕学生の時なんか就活の、まあ、北海道だったんで就活の時にこう東京でルームシェアしてたんですよ何人かででその時に近くに花サがあってめちゃくちゃ肉とか買いまくってパーティーしてましたね <laughs> パーティーしてたんだ <laughs> い,やいっぱい食べたいじゃないですかその時期なんかこうはいはい、はい、うん。じゃあ本原さんは次の家は花政の近くでいやー花政が近くに来てくれればいいんだけど狛江とかありそうなのになそういうの <laughs> うん業務スーパーはあるんだけどねえー、あ意外にうちの近く2店舗あるな そうそう東の方ね結構いっぱいあるの、ね、よ密集してるんだよなんかバーって、うん、亀戸にもあるしいっぱいあるな <laughs> じゃあ東側に引っ越してきてください <laughs> <laughs> 花正いいんだけどな花正で結構好きな商品が僕いくつかあって実はうんなんかね花正の冷麺盛岡風冷麺的なやつのなんか花正のなんかプライベートブランド的なやつがあるんだけどあれね美味しいね へえ、おすすめ<ー> <laughs> もう今ちょっと季節性に置いてないかもしれないけど夏は<ー>夏は大体置いてあるからそう、ね、美味しいよへえ、ちょっと行ってみようかなじゃあんまあ、あえて花正に行こうとしたことがないんだけど <laughs> まあでも近くにあるらしいから <laughs> 最近なんかね花正のプライベートブランドのマーラーメンを買ってみたんだけどそれもね結構美味しかった、うん へーそのあのローストポークの肉の塊を買いに行く時についでに買ったんだけどへ<ー>それもまあまあまあ美味しかったな結構花正住吉ってめちゃ近いな自転車で5分ぐらいで行けるなこれあと,あとあれだななんか花さのブランドじゃ多分ないと思うんだけど、うん、だもしかしたら置いてないかもしれないんだけどうんなんかねたっぷり玉ねぎドレッシングっていうね 確かそんな名前のドレッシングがあるんですよ。へえ<ー>。それがね、僕大好きなんですよね。<laughs> たっぷり玉ねぎポン酢だったかな。へえ。ー。それね、めっちゃうまい。たっぷり玉ねぎポン酢、うん。なんかね、よく、僕あのふるさと納税で買ったさ、和牛の美味しいお肉をさ、うん、ローストポークとかにするんだけど、大体、うん、それにかけてますねこ。たっぷり玉ねぎポン酢を。 これね、これめっちゃうまい。これか。へえ。玉ねぎがなんかね、塊でいっぱい入ってて、うん。んジャキジャキ食べる感じなんだけど。えー。辛くないんすか辛くない、全然。うん。風味はあるけどもちろんね。これがね、おすすめ。<laughs> <laughs> <laughs> 何の話してんだでも確かに、花マサいいかもな。なんか僕、やっぱコロナになってから、こう、なんかこう、肉を買いだめして <laughs>、 うん、ここ冷凍してみたいなことよくやるようになったんですけどはいはいはいうんいやこれまでなんかコロナの前とかは普通に一食分だけ買い物して一食分だけ作るっていうスタイルだったんですけどうんなんか最近そういうのやるようになったから花正確かにいいかもな家から近いことも分かったしうちの近くにもできてくれないかな <laughs> そんなに引っ越したらいいんじゃないですか <laughs> 東側に <laughs> ちょっと引っ越したくないな 最寄りスーパー何なんですかうーん最寄りスーパーパはね、うん、でもそんなにね最寄りっていうのがなくて、どこも同じぐらいの距離なんだよね。うーんで、まあ、OK ストアか、さっきの業務スーパーか、うーんそれかサミットかっていう。おー、まあ、でもいいじゃないですか。<laughs> まあまあ、OK ストアあるのは個人的にいいけどね、OK ストアも結構好きだから、僕。うん あと肉の花むさだけだな。<laughs> 富ミガヤ今で行くのは遠いっすね。<laughs> いや普通に電車に乗ってさ、行き帰りで一時間以上かかるからさ。そんな遠い <laughs> そんな遠い往復で往復でああ、往復うん。うん、まあでも確かには、そうか。結構歩きますもんね。<laughs> 駅から。まちょちょっと歩くかな。でもんな最近さ、あの、うん、なんだっけ、その、よ、あ、いやよ、よ、よ、 代々木八万だっけあれ違ったっけ八、うん、万、うん、代々木八万が最寄る駅だったっけ確か。そうだと思いますよ。うん、だよね。うん、代々木八万の駅がなんか、ちょっと前に、なんか綺麗になって、へえそうなんだ。新しくなったんですよ。で、なんか、前はね、なんかすごい、ホームもすごい狭かったんだけど、うん、まあ、すごく新しくなって、うん、で、なんかね、その、 全然今までなかった道ができてて、<ー>それでなんかすごい肉の花まさまで行きやすくなってて、<laughs> うん、<laughs> なんかあの線路の上にこう、なん,かなんていうの、立橋っていうかさ、立体交差っていうか、まあ、うん、道路が通ってたんだけどな、なんかあの辺入り組んでますよね、結構。そうそうそう。で、道路がと通ってるところ沿いにこう、まあよは、なんていうの、花まさがあるわけですよ。うん だから1回こう駅で降りてホームから降りていってでもう1回こうなんか階段登っていってその道路に出て華さに行くっていう感じのルートをいつも通ってたんだけど、うん、だけどなんか駅から直通でなんかそ,のその道への道みたいなのができててへ<ー>なんか1回降りて登ってみたいなことが必要なくなっててへ<ー>これは華さ行きやすいなみたいな。<laughs> あの辺一時期住もうと思っていろいろ家を見た時期があったな。うんなかなか高いからそうだよ、ね、やめたけど。う